見事ワイチ、見事ワイチです。今日のスタジンです。今日のスタジンチャンネルのところにちょっと皆さん、カマドーマっていう虫知ってるね。いや、なんかコオロギの進化系みたいなやつなんですけど、いや、この前ね、家族でプチ旅行行ってホテル泊まったら部屋にこいつが嫌がってさ、マジクソデージャー、結構でかいのよ。でも怖かったからもうね、ホテルの人呼んだんだけど、ホテルの人もさ、まだ20歳ぐらいの若い男の人が来たんだよ。多分怖かったんだろうね。網と手袋持ってきたんだけど、そいつ捕まるためにティッシュを20枚ぐらい。シャ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 。頑張ったな、あの子。本当に可愛かった。ということで、今日もクサジーちゃんでやっぞ。クサジーチャンネル。なるほど。とりあえずね、こう、バカ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 。こういう感じのコースで、ね、死にコースっぽいから、こういうところで、アイテムあるよね。ありがとうございます。ということで。大好きやったうますぎんだろ今のタイム。なにこれ、なんか予想以上に多いんですけど、嘘でしょ。草人チャンネル、ワールドスキンだから。とりあえずちょっと待って、あ、これあれかもしかして、うわ、テンプレコースじゃねえか。任天堂テンプレコース、アッキー確実。これで勝ち確定ございます。オッケー。あ、まずいまずいまずい、だだ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 、急げ急げ。ちょっとこれで逆転要素あるか。最後のところにボスがいたりさ、ワンチャンなきにしもあらずに。なあ！草人チャンネル！ドス7体倒すからゴールということでやってきたのが、これどうやって倒すと、あ、違う、これで多分ね、上のやつの何をすればいいのかわかんないから、とりあえず先に進みまして、うわー、なるほど！ここがゴールってことは、他の奴らにとりあえず、全部のね、ボス倒させて条件取りに行かせてから、俺がここで、はい、積もうでございます。俺の負けは絶対ないじゃん。もうここにいる時点で、もう俺がこれ入れ替わることができないからさ、確実にここキープすればもう勝ち確なわけですよ。ということでね、ありがとうございます。早く、お前らとりあえずボス倒してきなさい。ボスはね、ドス倒してきなさい。それで、あ、多分ね、音符ブロックと、重なった時に多分ジャンプして、音符ブロック叩けば多分、ドスに倒せるみたいな。やっぱりそうだよね。そういう感じの仕掛けになってくる。オッケー、ここ、ここ。あとお前だけだぞ。あと一体、オッケー、クリオネちゃんありがとう。おっ、このまま押したらまずい。やばい、草人チャンネル。これ多分ね、スピランコースってことだね。130秒する。いや、しかもさ、赤コインのマークが3つあるってことは、これ赤コイン集めながら先に進んでいきてきなんか、なんでも、けけけ。こっちで合ってんのか、これズルできんじゃん。はい、ごめんね。はい、もう一個ごめんね。ということで、この後は、こっち行きゃいいのかな。なんだ、結局何の場所までね、ズルしたところでどうすればいいんだな。他に道あったか。いや、待ってね。赤コインもう一個あって、鍵取ったところで、そもそも進むべき道がよくわかんないんですけど、どう行けと。これは、うわぁ、ちょ、今一応入っとくか。先、どういう、うわぁ、ちょっと無理だな。これだと死んじまうから、あと残り下の土管なのか、上の土管なのか、パン持ってきたところで意味ないよ。そこ入れないんかい、そしてな。キノピコちゃんのおかげで一回ちょっと無駄にせずに済んだわ。ってことはよ、残りがこっちか上かだよな。こっちか上、とりあえずこっち行くけど、いや、かそもそも、あー、けけけ、ここで鍵ゲットしないんかい鍵いらないんかい何のためにズルしたんだよ、俺はよ。草人チャンネル。みんなね、マイクにつけるポップガードって知ってる？どうも、クサジンです。こう、実況してる時とかに、このブレスがマイクに入ってガサゴソっていう音が入んないように、なんかカバーするみたいになってたんだけどね。それ俺なんか確かね、4年近く前だったかな、に買ったと思うんだよ。それで、2年ぐらい前に、もうなんか俺がずっと、俺がこう、べしゃくしゃ喋ってる時、俺唾液とんでもない量飛ばしたらわかるでしょ？すっげえ唾液が詰まった、実況してるでしょ？で、ものすごい唾液の量で、もうまあ、そりゃ苦戦だ。とにかく苦戦から2年前に、また買い直したみたいなね、多分、報告かツイートかをしたと思うんだけどね、実はね、その入れ替えんのが、付け替えんのがめんどくさくて、俺それを放置してたのよ。そしたら新しいやつ、もうどこにあったかわかんなくなっちゃって、実は俺ね、もう4年近く前、くっせく、くっさくなってから、プラス2年ぐらい。まだ同じの使ってんだね。だから、究極に臭いやつが今出来上がってる状態でございます。めちゃくちゃ臭い。言っとくけど、クソ臭いな、みんな。ぶな、え？結構ギリギリだったやん。草人チャンネル。なんか、あんまり見たことない感じのスタート。うますぎ、今のところ、スルッと抜けて1位とのうますぎじゃないですかね。オッケー、ありがとうございます。はい、もう勝ち確定でございます。ここで裏目に行きます。何これ？あ、毒沼迫ってくる系か？オートスクロールだよね。毒沼は迫ってこないのね。なんだよ。普通こういう感じで縦スクロールでなんか毒沼の感じだったら毒沼に迫ってくるのかなと思ったら全然来ないやんけな。ただただオートスクロールするだけで毒沼が全然来ないやんけ。そして、こっちの土管なんかにさせてよ。ずっと上に進んでいく感じのコースかと思ったらまさかのこの右側に行くんか。なんか、何ボス戦あんのか、この感じ。
母性ありそうな匂いがプンプンしてきたんですけど、うわやっぱりなんかよくテーマがわからん。うわちょっと待って、しかもなんか嫌な感じするな。でさ、ちくわのこのちくわの下にゴールがある的な感じでしょ。ということだよ、鍵取って1位取ったとしてもさ、1番目にあの鍵扉入ったとしても結局なんかヒップドロップ戦争なんじゃ、運ゲーみたいな感じになりそうな気がして怖いんですけど。オッケーオッケーオッケー、まあいや言うてね、ちゃんと1位は取らなきゃいけない、取らなきゃいけないから、バカ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 、ケケケケ、はい完璧だけどもよ。あ、そっちか、そのまま落ちていくんかと思った。だけども、あ、いける、あ、いけるわこれ、完璧完璧に負けた。草人チャンネル。これさ、クリボタワールってことは他にさ隠しとかあって別のルートがありそうな感じ。なクリボ崩れた。なんで全然タワーじゃないから、うち右側も行けるけど、なんか予想通りなんか隠しブロックは一応あったけど、なんか俺の予想が温かっていうとそうでもないような気がして、よくわかんない感じになっておりますね。こちらからは以上でございます。お返しします。死にます。まずい、残り1、初めみんなにすれ、みんなにすれ、もう俺はゴールできない。他のやつらゴールしなかったらそれで、あだー、何でた、残り2、ゼロ、よし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 、ゴールするのかーい。草人チャンネル。ドンケツを5体倒してからゴールってことやってきたと思ったけど、とりあえず後ろから、お前シャカ、お前キノピコバカ誰が、お前俺がかっこいいシャカマン、シャカシャガマンってなんだよ。シャガマンってなんだよ、シャガちゃん決めようと思ったのよ。邪魔しちゃった、おかけけ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 、ドンケツ関係なくないね。ドンケツなんか、ドンケツ押し出すみたいな感じのコースかと思ったら、結構ドンケツじゃないところが怖いんですけど、これはちょっと待って、こういうことやな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 、こういう世の中せちがらいって、そろそろ許してくれよせち。今なんかさ、ジャンプする手前ぐらいで気づいた、あ、これ多分アリフェ出てきて死ぬパターンやみたいなさ。学習セクサージ何をしてんだよ。オッケー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 、なんでで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 。でもさ、結構みんな死んでっからさ、案外これそうだよね、マリオが先頭で他の2人も死んでっから、これはまだわかんないぞ。いや今何体いたんだ、隠しブロックあんのかい、そうせよ。ちょっと待って、お前、まあ、いやいやいや、キノコいらん、キノコいらん、キノコいらん、生身最強っていつも俺言ってるような。うわ、ちょっと待って、マリオ言ってねえかこれ。条件来たぞ、条件来たぞ、俺の方来い、なんかせっかよ、あーしゃ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 、あ、ごめんねー。